建築学部建築学科生活環境デザインコースの工藤るみです。はい、私は建築材料に関する性能評価について研究をしています。はい、生活空間を構成する床とか壁とかなどに使われる材料を性能で評価するということについて研究をしています。例えば床で滑って転倒してしまうということが、経験されることがあると思うんですけども、安全で快適に生活する上で、どの程度の滑り具合であれば、生活しやすいかっていう滑りっていう性能をもとに評価するという方法を研究しています。床の滑りの測定試験器を使っています。歩行時に床に与える荷重だったり面積だったりを再現した、試験器になっていて、素足の場合とか靴下の場合、履物の場合によって滑りの程度っていうのは異なってきますので、その試験器に例えば履物の滑りであれば履物の靴底の裏ですね、を切り取って取り付ける、その場面を再現して、滑りを測定するということをやっています。自分がこう考えていることを機械とかそういう測定器に再現できるっていうことが面白い、工学の面白いところだと思います。建築学科ではさまざまな専門分野の先生がおられますので、幅広い専門分野の講義を受けられることと、あとは研究分野を選択できることはいいところだと思います。特に生活環境デザインコースは、少人数制ですので、教員と学生との距離が近くて、教員に対してすぐ気軽に相談できる環境になっていると思います。生活環境デザインコースに、ぜひ来てください。